れ、あの女の人誰？どうしたヒストリア？なんで今まで忘れてたんだろう。私は一人じゃなかった。私にはあのお姉さんがいた。私に本を、読み書きを教えてくれた。優しくしてくれた。あの人のことを忘れるなんて。フリーダと会っていたのか。フリーダ。その子が長い黒髪の若い女性であれば、おそらく彼女はフリーダ・レイス、お前の腹違いの姉だ。フリーダ、お前を気にかけ時折面倒を見ていたようだな。お前の記憶を消していたのは、おそらくお前を守るためだ。記憶を消す？ああ、しかしそれもここで彼に触れたことで記憶の蓋が開いたらしい。ねえお父さん、フリーダお姉さんは今どこにいるの？会ってお礼が言いたいの。お姉さんがいなかったら、私あの時のことありがとうって伝えなきゃ。フリーダはもうこの世にはいない。私には5人の子供がいた。しかし妻もフリーダを含む子供たちも全員5年前ここで彼の父親グリシャ・イエーガーに殺されたのだ。グリシャは巨人の力を持つ者だった。彼が何者なのかはわからないが、目的はレイス家が持つある力を奪うこと。グリシャが求めるその力とは、フリーダの中に宿る巨人の力だった。フリーダの巨人は全ての巨人の頂点に立つ存在、いわば無敵の力を持つ巨人だった。だがそれを使いこなすにはまだ経験が足りなかったようだ。フリーダは進化を発揮することなくグリシャに食われ、力は奪われてしまった。その上彼は我々一家に襲いかかった。レイス家を根絶やしにするためだ。14歳のディルクと12歳のエーベルを叩き潰し、10歳のフロリアンを抱えた妻ごと踏みつけ、最後は長男のウルクリンを握りつぶした。くしくもその場から生き残ったのは私だけだった。そんな、お姉さんがどうしてそんなひどいことができるの？